はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はですね、ハイリキザスペシャルのカシスオレンジの、ですね。はい。以前飲んだ、ずっと前に飲んだハイリキザスペシャル、あ、ストロングか。ハイリキザスペシャルストロング。ね。こちらが新しい味のやつが何種類か出てたんで、まとめていろいろ買ったんですけど。まあ、それのうちの一つということです。関係ないんですが、今日ですね、グラスをね、いろいろ買ったんです。うん。が、まあ、これどこで買ったかというと、なんだっけ。オフハウスでですね、このプレミアムモルツの、ね、ピルスナーグラスっていうのかな？わかんないけど。ね、グラス。そして、サントリーのモルツのグラス。と、さらに、このよくわからない、スワンレイクビールという。ね。まあ、なんかちょっと細長かったんで、ね、形が気に入って、買いました。これは全部50円均一ですね。まあ、消費税込んで54円。で、3つとも、ね、買いましたね。特に、ね、俺結構グラスいろいろ集めてるんですけど、うん、まあグラスマニアでもありましてですね。この、プレミアムモルツのグラスがなかなかいい。この、チューリップ型っていうのかな。これがなかなかね、今日これでちょっとビール飲んだんですけど、よかったですね。うん、この微妙に、こっちと違って、ね、こう反ってるのがね、またなかなか、かっこいい。しかも結構でかいんです、うん。でね、このモルツのね、サントリーのモルツの、この、英語のモルツっていうのじゃなくて、なんか絵柄がね、書かれてるモルツのやつもあったんですけど、なんか顔の、ビールを飲んでる顔のなんか、絵柄のやつもあったんですけど。まあ、普通の買ってきました。ね、結構ね、俺、よく行くんですよ。グラスを求めて。ね。結構いいのがあるんですよね。まあ。うん。オフハウスは結構ね、いいグラスが置いてあるんで。ほら、ちょうど一缶分かな。ちょうどって言っても、まあ、ビールで注ぐと泡の分があるからあれだけど。ね。ということで、まあ、それは置いといて。ハイリキザスペシャルカシスオレンジの、ですが、果汁 3% のアルコール度数が 9% 高いですね。そして、炭酸強め。で、さらに、皮ごと絞ったカシスと、丸ごと絞ったオレンジ、ということで。ね。まあ、普通に、うん。原材料がウォッカとオレンジ果汁。とカシス果汁と糖類酸味料香料カラメル色素か甘味料も入ってますね。酸味料甘味料アントシアニン色素となってます。うん、まあ果汁 3% か。まあだいたいカシスオレンジってね、普通に、大体まずいんで、乾杯。うん。うん。うん。まずいね。まずいね。うん。
だいたいカシスオレンジってウォッカ使わないからな。何度も言うけど。ウォッカはカシスオレンジ使わない。結局、ウォッカを、原材料のウォッカをカシスリキュールにすると、やっぱ多分度数が足りないんだろうな。コスト的な意味で度数が足りないんでしょうね。まあ、カシスオレンジ果汁が、カシスリキュールが、だいたい度数20度ぐらいか。うん。ですから、まあ、結局、ウォッカ度数40度ですから、そっち使った方が、コスト的に安く上がるんでしょう。うん。入りきざスペシャル。入りきざスペシャル。入りきでくくってみますか。入りきはね、正直そこまで好きじゃない。缶中杯の方が全然うまいと思うんだよね。うん。昔からある廃力っていう、ね、かなりレア度が高い。個人的に多分、中杯史上最強レベルぐらいの、ね、今でも売ってるみたいなんですけどね。かなりね、レア度が相当高い、ハイリキっていうレモン味が売ってるらしいんですが、あ、これ以前俺が動画で紹介しましたけどね。ちなみにプレーンっていうのもあるみたいです。プレーンは余計に見ないですね。これはですね、まあ、以前飲んだんですが、まあ何がすごいかっていうと、有機レモン果汁を使用している。多分、チューハイでは初めてぐらいの、ね、有機栽培のレモン果汁を使用している。ただね、レモンで、俺が結局それ飲んで、ね、いや、これは有機栽培のレモンだ、さすがうめえって言うほどのね、舌を持ってるかっていう問題ですよ。多分一般人は多分有機レモンかどうかなんてわかるわけないんですよね。だから、うん。ねえ。そんなにお前、ね、農薬が怖いんだったら、もう自分で作れよと。わざわざチューハイ買わねえやって話ですよ。俺だったら。普通に有機栽培のレモンを買ってきてね。で、ウォッカと割ってさ、炭酸水とウォッカで割って自分で絞って入れればいいじゃんって話なんですよ。だから大して、これは俺の中では、残念ながら全くもって、受けなかったんですけど。やっぱ缶中杯。まあ値段も高いしね。一缶200円以上します。200円しますね。それだったら缶中杯のレモンの方が全然美味しいなと。で、このハイリキザスペシャルはそのハイリキの何かを継承したのか。ね。今5種類出てますね。カシスオレンジとグレープフルーツとレモンと、グレープとオレンジの5種類。で、その中で、どうやら、今朝日のとこを見てるんですが、レモンだけ甘味料を使ってないみたいですね。うん、甘くない。甘味料ゼロ。で、甘くないレモンチューハイですと書いてあります。あとは、普
通に、甘味料がみんな使ってるんですね。正直俺としても甘味料嫌いなんですよね。まあ、甘味料、最近話題になって、ねえ、体に悪いっていう話になってきてるんですけど。うん。まあ、逆に太るっていうね。うん。甘味料使うんだったら糖類使ってくれよって話なんです、僕的に。砂糖使えやって。甘味料は危ないらしいですよ。うん。逆に太るって。カロリーは低いんだけど逆に太るらしいです。長い目で見ると。うん。まあ、そこら辺はググってもらえば多分わかると思うんですけど。で、カシスオレンジが 9%、アルコール度数ね。え、グレープフルーツも 9%。そして、え、グレープが 8%。そして、レモンとオレンジが 7% と。まあ、なってます。だいたい度数高めですね。うん。まあ、俺もこれぐらいが、ベストだと思います。7%。8%、9%。うん。で、特にこのレモンが飲んでみたいですね。甘味料ゼロ。まあ、俺買ったんですけども。また、おいおい、ね、飲んでいきます。うん。やっぱね、甘味料使うとどうしてもね、この変な甘みが来るんだよね。あ、変な甘さがさ。変な甘さが来るんだよ、これ。残るっていうかさ。うん。でね、炭酸強めって書いてあるんだけど、別にそんな強くない。かっこ、当社、米印、当社カクテル平均比率、らしいです。うん。切れ味シャープな、ストロング。らしいです。やっぱカシスオレンジは多分一番まずいと思うよ、俺は。俺の中で言うと。うん。他はさ、ほら、グレープとかレモン、オレンジ、グレープフルーツってあるけど、これは少なくともカクテルではないですよね。うん。あくまでも。うん。その果実の名前だから。カシスオレンジだけなぜかカシスオレンジっていう、いわゆるカクテルなんですよね。カクテル名をこう使ってるわけですよ。うん。ということは、そのカクテルなんですよね。もうだってそのままカシスオレンジっていうカクテルがあるんだからさ。で、ね。言うけど、カシスオレンジっていうカクテルは、あくまでも炭酸水っていうか炭酸じゃないし、しかも。カシスオレンジってのは無炭酸です。できる、ね、カクテルはね。だから、全然違うんですよ。別物なんですよね。でしかも、ウォッカも使わないし、カシスリキュールとオレンジジュースのみです。たった2種類しか使わないんです。だから断じてこんな味じゃないんですよ。こんな薄くて、なんかようわからん、なんか炭酸のね、炭酸によってこう刺激もあるなんてないんですよ。非常に女性に飲みやすい。女性でも飲みやすい。うん。しかも甘味料も使ってるから変な味がする。気分が悪くなってくる。俺なんでこれ買ったんだろうな。毎回思うんだけどさ、俺、アホなんだろうな。ある種この動画をね、動画のいわゆる数を増やすために、
100円だと、まあ値段100円ですけどね。まあね、買ったわけですけどね。しかも、たかだか果汁3%ですよ。ね。もうなんで俺これ買ったの？なんで俺これ買ったんだろうな。やっぱりさ、まあ、個人的にはやっぱり甘味料使わない。まあ、砂糖は別に使ってもいいよ。もう砂糖使わないとね、逆に言うとね、チューハイっていうのは甘いもんだと俺は思ってるからね、ほとんど。じゃあ甘くないのって言ったら、さあ、じゃあお前作れよって話になるじゃん。あくまでもチューハイっていうのは、自分で作らない。ね。いちいち砂糖とかさ、作るとき入れたくないじゃん。だから甘くないの飲みたいんだったら、お前が作れって話なんす。そんなん簡単に作れるだろう。炭酸水とさ、氷入れてさ、レモンさ入れてさ、ウォッカ入れてさ、バーってやればすぐ作れんじゃん。砂糖入れるとなるとね、めんどくさいんですよ。砂糖溶けにくいでしょ？で、しかもこう、どれぐらいの量を入れればどれぐらいの甘さになるかっていうのは、なかなかわからんわけです。やっぱり、それなりに甘さっていうのは、チューハイっていうのはやっぱ甘いもんだなと。だから一般的に見てチューハイでそこら辺で売ってる中だと、俺がおすすめするのは氷結ですね。今はどうか知らんけど、氷結の普通のストロングとかじゃないやつは非常に美味しいと思う。れはね。で、あとさっき言った、缶チューハイっていう。結構高いですけど。普通のチューハイの1.5倍ぐらいしますけど。1.5倍より2倍ぐらいするかな。普通のこれぐらいの缶だと、350で、200円ぐらいするかな。まあ、あれは、チューハイっていう名前の通り、焼酎使ってますからね。そこが違うんですよ。普通のチューハイっていうのは、チューハイなのに、ウォッカ使ってますからね。氷結もウォッカ使ってますけど。まあもうそれは時代の流れなのかな、という感じですけどね。氷結。関係ないですが、キリンの氷結。見ていきます。でね、この氷結のね、今出てる氷結ストロングっていうのが、アルコール度数9%っていうのがあるんですけど、これがですね、まずいんです。9%シリーズ、ストロングシリーズ。これまずいんですよ。何がまずいか。はい。甘味料、アセスルファム、え？アセスルファム K 使われてます。さらにスクラロースも使われてます。ね。つまり、ところ、甘味料が使われてると。でね、甘くないとかって、糖類ゼロって書いてるんですよ。ストロング。氷結のね、缶にね、ストロング、糖類ゼロって書いてあるんですけど、糖類ゼロって言って、やったーって言って買うじゃないですか。甘いんですよ。意味なくねって。それ意味ないだろう。そうは思わんか。だってさ、糖類ゼロっていうのを見て買ってくるさ、消費者にとってさ、糖類ゼロイコール甘くないっていう意味で買ってくるわけじゃん。それなのに、甘いんだからさ。だから俺はこれ買わない。一般的なスタンダードシリーズ。スタンダードな6%と5%のやつね。
レモンとグレープフルーツと青梅。これはね、甘味料、使ってございません。ね、俺の大嫌いな甘味料、使って、いません。あと、使ってないのは、早摘みシリーズ。早摘みレモンとかぼす、すだち。ですね。あとは、また使ってるのを言うと、氷結ゼロっていうシリーズ。ゼロかで、さらに糖類ゼロとも書いてあるんですよ。ね。そのパッケージにね。でも甘味料が使われてる。ダメー。じゃあ、ストロングと何が違うんだっていうと、アルコール度数が 3% 違うっていうだけです。だから、ストロングのノーマルバージョンってことかな。ややこしいな。あと、氷結のスパークリング、白ぶどう。っていうのも甘味料は使われてないみたいですね。だから俺本当はさ、あんまり甘味料使われてるの飲みたくないんだよな。本当に悪いけど。本当にさ、今後さ、本当にこう、ラベル、買うときはラベル見てさ、甘味料使ってるやつも全部買わないでいいかな。ね。もう大体俺、甘味料あるのまずくてさ。まあ、俺が、ぶっちゃけ多分どうでもいいと思うんだよね。確かに俺なんて買ったかがよくわかんないんだ。なんかね、いわゆるこれが新しく出てて、まあ、ノリで買ったとしか言えない。もはや。とりあえず、廃力の、で、このね、言い訳だけど、これのレモンがあったんですよ。廃力の。廃力ザスペシャルのレモンがあって、甘味料ゼロって書いてあったんですよ。お!やったーと思って。手に取ったんです。で、他のを見たら、なぜかレモンだけ甘味料ゼロで、こういうカシスオレンジとか、グレープフルーツとかオレンジとかね、全部甘味料入ってるんですよ。あれおかしいな。これレモンしか甘味料ゼロじゃねえな、と思って、一旦は、レモンだけにしようかなと思ったんです。ですが、なんか、こう、ちょっと久々に度数が高い、チューハイって、ストロングもほら、あれだったからね。氷結ストロングもほら、甘味料入ったから俺飲んでなかったんですけど、ちょっと、アルコール度数 9% のか、って、買ってみようかなと。度数高いの、久々に飲んでみようかな、という感じでいろいろ買ったんですよ。やっぱり間違いだったか。完全に間違いだった。多分、朝日はね、ビール作ってればいいと思う。俺は。あれ?なんだこれ。ああ、ダメだ。朝日の辛口焼酎ハイボール。っていうのがあるみたいです。
アルコール度数 8%、炭酸強めで糖質ゼロ、プリン体ゼロだって。へえ、これ見たことないな。ただし、甘味料が使われてるんだが。でも原材料焼酎ですね。焼酎酸味料、香料、カラメル色素、甘味料。あ、これのレモンもあるわ。でも甘味料使われてんのか。おかしいっすね。ハイボールって言うと結局、今で言うと、焼酎ハイボールって言うと、ねえ。焼酎を炭酸水で割っただけのものなんですけど、だから糖類、糖質ゼロっていうのは当たり前の話で。甘味料ゼロっていうのも当たり前の話なんですけど。なんでこれ甘味料が入ってるんだ。ということは甘いっていうこと。ハイボールで甘い。まあ、中ハイ、まあ、まあ、どちらにしろ買わん。どちらにしろ買わんな。で、あと有名なんだと、カクテルパートナーですね。こちら。こちらにもカシスオレンジがあるんですが、多分これも安定の甘味料が使われてるんではないかと思われるんですか。あれ？まあ多分使われてるでしょ。わからん。書いてない。あとスラットとかですかね。スラット。これはもう度数が 3% ぐらいしかないんで。確か。もう俺買わないんですよ。まず俺間違いなく買わないのは 3% 以下。1%、2%、3% の度数は買わないです。なぜか。もうジュースだから。もうぶっちゃけ 4% でも微妙なとこです。仕方ね、買ってやるかっていうぐらいです。せいぜい 5% ぐらいじゃないとこれ買いたくない。あとは、果実の瞬間っていう、これは昔からありますね。これも 3% か。あとカルピスサワー。これアルコール度数 3%。もう何でもかんでもさ、最近さ、3% が多いよな。よくわかんないんだけど、これなんで 3% ばっかりなの？度数低すぎないか？せめて 6% にしろよ。せめてって、まあ、せめて 5% だな。絶対おかしいって。さすがに。しかも、ゼロ角とかさ、ゼロ、か、あの、アルコールゼロのさ、やつとかあるしさ。もう、ただのジュースじゃねえかよ。もう、バカかよ、お前。自分で作れよって。自分で作った方が早いっていうか、絶対うまいって。バカじゃねえ。マジで。で、クソかよ。本当にさ、だっておかしいでしょ。うん。アルコール度数ゼロですよ。ね。で、これね、今ゼロ角っていう。ノンアルコールカクテル、ゼロ角っていうところのサイトに来てるんですけど、ね、アルコール度数ゼロ。で、まあ、それはまあいいや。果汁 3% なんですよ。ん？残りの 97% どこ行ったのって。一体何なのって。
つまりこれの一缶の分の 3% は、まあ果汁、オレンジとカシスの合わせて 3% だとして、じゃ残りはなんだ、水と、いや炭酸水と、砂糖と、甘味料と、ってことですよ。つまり、果汁をたっかだかこんなぐらいの 3% 加えて、ピピって加えて、砂糖バババーと加えて、甘味料もバババーと加えて、炭酸水でバーっと。何が美味しいのって。何が美味しいのって、それ。それおかしくね？それ。ね、普通に考えてみてください。いかに、ね、ノンアルコールカクテルっていうのはゴミなのか。全然カクテルではないというものなのかというのが。これで多分お分かりでしょう。しかも、無果汁のやつもあるんですよね。無果汁のノンアルコールカクテル。果汁が入ってないということは、香料とか、いや、香料か。香料でごまかしてるわけだから。香料と炭酸水と、甘味料と、これ糖類ゼロって書いてるから甘味料だな。え？あと酸味料か。しか入ってないんですよ。は？って。え？おかしくね？これって。それでジントニックテイストとか抜かすわけですよ。は？ん？っていう。まあまあ、ジントニックはまだわかるか。ジントニックはトニックウォーターまあ、これ多分トニックウォーター使ってねえと思うけど、まあ、あれだとしても。無果汁で、アイスグレープフルーツとかいうの味があるんですけど。へって。まずグレープフルーツっていう名前を出してる時点で、なんで果汁が入ってないのかっていうのが不明だよね。うん、まあ、意味がわからんのは間違いないですね。確実に。まあ、ラムコークテイストとかね、コーラテイスト。まあ、コーラはまあ、果汁入ってないからまあいいけどもね。まあね。まあ、少なくともピーチスパークリングテイストとかって書いてあるけど、果汁 0% ってわけがわからん。ね。もう完全にテイストじゃねえかって。もう誰が何を求めてるんだよ、それ。それ誰求めてんの？それ。テイストなの？普通にピーチスパークリングにしてさ、果汁入れろよって。せめて。果汁入っても、おかしいよな。3% とか果汁入ってくるのさ。ね？残り炭酸水と砂糖と甘味料と酸味料。じゃん。おかしいでしょ、それ。まあ確かにノンアルコールなのはわかるけどさ、せめて果汁感出そうぜ。普通のノンアルコールカクテルなんて、ほぼ果汁 50% か 80% ぐらいはあるぜ。ぶっちゃけ。下手したら。下手したら多分 100% だぜ。普通に 100% とか、普通だと思うよ。うん。
ノンアルコールカクテルなんて。そんなんただ、さ、うん、おかしいよね、絶対ね。いろいろね。だから、いまいちよくは、この定義がよくわからないんだよね。誰がそれを求めてるのかっていうのがよくわかんないんです。うん。ね。まあ、酒が飲めない人が、酒を飲みたがる。っていうのを、人を多分ターゲッティングにしてると思うんだけど、酒が飲めない人っていうのは、大概の場合、酒が嫌いな人であって、わざわざ飲みたい人ではないと思う。まあ、だから飲み会とかで、みんな酒飲んでるから、じゃあ俺も酒風味のやつ飲もうか、みたいな感じでちょっとね、あれになると思うけど、基本的には、飲み会で、こんな缶が売られてるわけなく、スーパーに売られてるのが普通なんです。スーパーっていうことは一般的な、まあ、ね、家飲みの人ですよ。家で飲むのが普通の人。家でわざわざそんなことするかと。ね。家だったら別にね、誰も見てないし、ね、普通にさ、酒嫌いなんだったら別に酒飲まないで、ね、ジンジャーエールでも飲んでればいいんじゃない？と思うけどね。うん。毎日そのターゲティングの場所っていうのがよくわからないですね。まあ、俺もノンアルコールカクテルなんて飲んだことないからわからんけど。うん。ノンアルコールカクテルか。確かに俺飲んだことないですね。ノンアルコールカクテル。っていうのはね。まあ、飲んだことないから酒大体飲まない人の気持ちっていうのがよくわかってないんだろうかな。やっぱな。それはあると思うけどね。確かに。だからぜひ、酒飲んでない人がこの動画を見てるかどうか知らないけども。まあ、それの意見はぜひ聞きたいですね。どういう意味でノンアルコールカクテルっていうのを買うのか。普通にジュース買えばいいんじゃないのか。ね。100% ジュース買えばいいんじゃないっていう。うん。アルコールに、まあ、耐性がない人っていうのは、まあ、5万といるわけで。まあ、事実俺もアルコールに耐性は実はないんですよね。まあ、あまり言ってませんでしたが、俺実はアルコール飲みまくるとですね、飲みまくるとっていうと、まあ、大体、そうっすね。ビールの大瓶を2本ぐらいかな。飲むと、体に斑点が現れる、レベルなんですね。はい。実は。実は飲みすぎると、アレルギー反応を起こす。まあ、アレルギー反応なのかどうか知らないけど。まあ事実、体中にちょっと赤い斑点が現れてですね。まあ別に痒くはないんですけど、痒くもないし何もないんですけど、うん。まあ、見た目がちょっと、すごくなるっていうだけなんですけど。こう手のひらとかね、ここら辺ね、ブワーってなるんですよ。もう足とかも、腹とかも、お腹とかもね、真っ赤な、まだら模様が現れるんですけどね。酒好きなんですけど、酒好きな俺の飲酒動画とか言ってね、飲みまくると普通にね、
アレルギー起こしますからね。それで、医者、い、以前、医者行ったことあるんですけど、これアレルギーですかねって言ったら、確かに弱いけど、アレルギー反応ですねって言われて、それで、まあ、別に特に痒いとかないんでしょって言われて、ないですねって言って、それだったら大丈夫だよって言われたんですけど、まあ、別に問題ないですけど、一応、そういう症状が起こるぐらいなんで。ね。酒飲みといっても、酒が好きなだけで、体が大丈夫というわけでもないんです。まあ、ということで、ね、まあ、カシスオレンジっていうのはやっぱり、まあでもカシスオレンジ、またさ言うけどさ、なんかカシスオレンジって結局カシスリキュールで、オレンジジュースで割ったやつなわけじゃないですか。で、多分酒飲めない人っていうのは、その味がどんなのかっていうのが、ね、飲みたいと思うんですけど、やっぱアルコールが入ってるから飲めない。だからノンアルコールカクテルでカシスオレンジっていうのを飲むと思うんですけど、そもそもカシスオレンジじゃないですからね、これはね。あくまでも。これは。このチューハイでカシスオレンジの味を楽しもうっていうの、おかしいですから。これカシスオレンジって書いてあるけど、カシスオレンジじゃないわけですからね。こんなもん。ね？こんな味じゃないですから。だから、まあ、カシスリキュールってのを、カシスオレンジ飲みたい人っていうのはやっぱり、カシスっていう、カシス100%ジュースみたいなのがないとやっぱり結構厳しいのは確かです。カシスリキュールっていうのは一般的に、ね、カシスの果汁が入っている飲料として一般的に普及してるんで、カシス100%ジュースなんて売ってないですからね。まあそういう意味で、まあ、少なくともカシスリキュールというのは、まあ、俺そこにありますけど、カシスリキュール。これは、ね。これ果汁何パーセントだ？書いてないですね。だいたいさ、果汁何パーセントもクソもさ、一応これ酒だからな。酒って基本的に果汁何パーセントとかって書いてないですよね。なんか何パーセントかもわかんないですよね。結局。まあでもカシスジュースみたいなのが売ってればいいんですけどね。まあね。だから、酒飲めない人っていうのはもう、まあ簡単にアルコール度数を飛ばす方法としてはまあ、放置しとけば、カシスリキュールをコップとかに置いて1日ぐらい放置しとけば多分、アルコールは揮発性が高いから、まあ、飛ぶは飛ぶとは思うんですけどね。どうなんですかね。まあ、そこら辺は知りません。まあ、いいや。少なくとも、チューハイ、缶チューハイでカシスオレンジっていうのは、カシスオレンジじゃないですかね。そこは、ちょっと、ね。分かってもらいたいですけど。
まあ、事実、カシゾオレンジを飲んだ飲んだことない人に、ね、飲めない人にとっては、わからないと思うんですけど。少なくともこれはちょっとね、まずいとしか言えないんです。これは、まずすぎる。気持ち悪くなってくる。なんか、いい加減。今後は多分、俺多分、缶チューハイで、甘味料使ってるやつは、買わないと思う。2431。まずい。結論、まずい。ということでご視聴ありがとうございました。